OK です。いいですか。あ、じゃあいきます。今回、40V の、充電式ドライバードリルの方が、出ていますので、そちらの方をちょっと紹介していきます。こちらの 40V の充電式ドライバードリルなんですけど、こちらは 18V のドライバードリルの後継になります。今回、牧田さんの方で 40V の、充電式ドライバードリル、DF002 というものが、出ていますので、ちょっとそちらの紹介を、していきます。で、これになるんですけど、こちらの 40V の、ドライバードリルなんですけど、こちらは 18V の、DF484 の、その方の、40V になります。これの 18V の DF484 と何が違うかっていうところをちょっと比較説明していきます。で、まずちょっと見た目でわかるやつなんですけど、 DF484 の 18V の DF484 充電式ドライバードリルより、こちらの 40V のドライバードリルの方が、このストロークの長さが、約8ミリ短くなっております。で、あと、穴開ける18V のドライバードリルと 40V のドライバードリルの穴開ける能力自体は、一緒なのですが、40V の方が、パワーがありますので、作業スピードが、速くなっております。でどのくらい速くなってるかって言いますと、石膏ボードだったり木工ボードだったりする、あの穴開けるスピードの方が、18V のドライバードリルより、約 30% スピードの方が上がっております。で、最後に、重さの方なんですけど、重さの方が、多分あの 40V の方が重いんじゃないかって思われる方が多いんですが、まあそうなんですけど、このバッテリー抜いた状態で、この本体と 18V の方もバッテリー抜いた状態で本体の方を比べると、正直そこまでそんなに重さは変わらないです。バッテリーを挿すと、バッテリーの分とちょっとまあスピードが上がるっていう分で、中の工具の方が、ちょっと頑丈にできてるんでカットで本体を比べると、そんなに重さは変わらないです。少し持ってみると、人によって 40V の方がやはりちょっと重く感じるなっていうのはあると思います。ですが、最後になんですけど、ですが、その分あのスピードの方、作業スピードの方が上がっておりますので、ちょっと気になった方はこの 40V の充電式ドライバードリル、DF002 の方を、考えていただければなと、使いたいと考えていければなと思います。以上です。そうですね、これで紹介終わります。ありがとうございます。